MTA は、フランス、ヌーベルイコールアキテーヌ地域圏、シャラント圏のコミューン。MTA は、シャラント圏の東端にあり、ドルドーニュ圏の河口岩室の地形の一部である、ペリゴールベール地方に属する。町に通じる主要道は、モンブロン、ラ・ロシフ港を通じて、マールやドルドーニュ圏へつながる、県道6号線である。町の名称ともなっている、MTA 集落は、 高い丘のふもとにある小さな集落だが、教会も役場もない。モンブロンからピエギュイコールプロベールへ向かう、県道6号線途上のラトリシュリー集落が、教会と役場を備えた町の中心地と呼べるところである。シャラント川の支流、タルドワール川がコミューンの北側を流れる。MTA 集落のサンピエール泉、マルサック線は小さな支流となっている。 これらの小川は考えされて、美しい草地を流れ、家畜が好むところとなっている。中世、MTA の教区は、リモージュのサンマルティアル教会参事会に統合されていた。シェマの集落にある古い礼拝堂は、かつては、ハンセン病患者のために使われ、聖ロックに捧げられていた。礼拝堂は1862年に再建されている。参照元、 1999年まで、イヘス、2004年以降は NSEE。ありがとうございます。